あ、もういいの？もういいの？え？なに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 ？キキコーヒー？コーヒー？はい。何したの？これの、そんな人、このアイマスクをつけて、目隠しをして、飲ませて、それが何のコーヒーなのか。各社のね、どのコーヒーなのかを当てる。を当てると。はい。いきますか。あ、じゃんけんにします。じゃんけんぽい。どっち？先行！マジで攻めてきたなぁ。一応これだけね、うん、メガネの上からでいいかな。外した方がいいかな。痛い痛い痛い。やっぱり外します。いやもう絶対わかる。あー、どうしよう。内藤さんに飲んでいただくのはこれですね。俺もう音でわかるよ。でもこれね。じゃあお願いします。あ、もういいの？もういいの？ストローの感じじゃない？もうちょっと出た。4年ぶりに聞いた。この音聞いたの4年ぶりや。マジで3年かな。あ、ごめんなさい、ごめんなさい。この音聞いた。久々にこの音聞いたな、マジで。あ、わかりました。マジで絶対わかった、これ。あ、そう。本気で行くよ、もう。はい。うわぁ、なんか、ほんと申し訳ないな。お願いします。ローソン！マジで。取ってください。目の前に置いてあります。ほらね！ほらね、もうわかるもん、今回。すごい。あの音ってやっぱり。いや、4年越しのあの音。わかっちゃうんですよ。いやー、マジで。はい。味が分かるよ、後藤さん。すごいね。まあ俺も分かるけどね。でしょ。うん。あ、集中できるね、味に。そうです。目がないと。あ、本当本当に久々に聞いたの。覚えとるもんやな、音も。じゃあこれでいきます。え、怖くない？何怖いって。どういうこと？怖いんやけど。どういうこと？いや、なんか怖いんやけど。いやいや、大丈夫大丈夫。もうストローここにあるから吸って吸って。飲んだ？うん。いいし。本当にバカにするのもいいから見てほしい。え？ちょっともう一回入れてくれる？どういうこと？念には念入れてきたね、内藤さんも。え？いや、俺じゃないよね。後藤さんだよね、念入れたの。いや、でもこれにする？おい。え？おい、これにするか。正直全然わからんな。いや、もうじゃあ当てるわ。はい。こっち？こっち？あーっと、どっちでも大丈夫。一応僕はこっちにいますけど。こっちにいる。一応カメラも、基本的にはこっちだよね。まあ俺もわかるけどね。あ、集中できるね、味に。いけるね。タバコの灰入ってるやろ、ちょっと。ミニストップ。はい、ではマスクを取ってください。結構ドキドキするもんやな。バミリーマーチ。いや、違う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 。本当に違うやで。ファミリーマート持ってこないんだろ。これはファミリーマートやろうと思ったんやけど、このまずさはとは思ったよ俺も。これは知らんぞ。これは本当知らんぞ。いやー、マジでか。いや、これは分かる。いやいやいや、これは分かるよね。ファミリーマートに謝って。いや、でもいやいやいや、なんでそこを渋るの。いや、でもまずいのはまずいもん。サービスは受けてきたけど、俺はここは守りたいとこはあるよ、やっぱり。わかった、いいよ。じゃあもし次、うん、他のね、メーカーさんで間違えたら、うん、もうそれは後藤さんの舌が悪いってことで。その時は俺も謝って。その時は謝る。もう一回やる？じゃあもう一回やろうかな。じゃあ後藤さん、うん、受けていきますか。いや、ちょっと行くわ。行きましょう。行かして。わかりました。 OK。 3、4年でやっぱ頭でっかちになったな。念のため頭で考えちゃダメだよ。まあちょっと後藤さんの舌を試すわけじゃないですけど、これでいきたいと思います。コーヒーって感覚だからね。はい、いいっすか。はい、ちょっと待って。何何何。はい、あえてこれでいきたいと思います。なんだ。え、何何何何何。やっとるやんけ。ワインじゃないよ。いやー、え、
意地悪するなぁ、ほんと。意地悪？あかんわぁ。え、そういうこと？ただ、俺の舌はこの味を覚えてます。お？はい。あ、一応こっちです、お父さん。すいません。はい。今ちょうどいい感じのとこに。僕が飲んだのは、はい。このまずさは、とは思ったよ、俺も。いや、これはわかる。いやいやいや、ま、これはわかるよね。ファミリーマートに謝って。いや、でも。いや、でもまずいのはまずいもん。ミニストップです。ミニストップです。じゃあ、後藤さん、マスクを取ってください。ふわー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 ふわ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 いや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 嘘やろ。さっきもう飲んでますからね、後藤さん。マジで？はい。いやー、さっきも飲んでます。恋はもう重くともいったけどもういったもんやけど、いやー、なんかね、なんやろ、うまいこと言うわけじゃないけど、パイメデコのファミリーマートを外したっていう苦味がね俺の胸にすごいつっかえて、そっちの苦味が出ちゃった。そっちの苦味が強かったかな。それがファミリーマートの苦味とちょっと中和されあ、それでちょっと薄めのミニストップ。中和されてやっぱり、うん、ミニストップ。いやー、これ問題やな。一応ちょっとこれ、うん、一応一発で当てられましたけど、やっぱりちょっと落としめたい気持ちなでもこれ当てて大丈夫？うん。いや、俺でも多分次も当たるな。しかももうさ、この感じで俺選べんからねマジな話いや、でもこれにしとこうか、一応。まあ、これでいきますわ。あ、これだ、やりたかった。あ、わかった。早いね。あ、こっちです。あ、ここです。はい、横とこっちで、あ、ここですこれか。はい、ここです。私が飲んだのは、はい、ファミリーマート。ファミリーマート。ほっ、ほらびっくりした。マジ？めちゃめちゃファミリーマートよ。マジ？後藤さん超えたな。普通に当てちゃった。恥ずかしい。ごめんなさい。俺もすごい恥ずかしいもんなんかこれ選んでもあった俺もすっごい恥ずかしいわ。ごめん、なんか、いやー、苦味がすごい。マジでほろ苦いや、このほろ苦い思い出になっちゃったね。コーヒーが優しくなるな、本当に。何がよ、編集がよ。これは次は、うん、ホットコーヒーで挽回として。ああ、そういうこと。いいよ。もう無理やわ、メンタル的にも俺マジでもうできんわ。まあほら、アイスコーヒーって薄くなるからね。ただ俺の胸にはものすごい苦味が残ったわ今回。マジで薄まることのない、薄まることのない次回ホットコーヒーですか。ホットコーヒーで挽回させて。わかりました。はい、ということで、はい、ファミリーマートさん苦い、まずい、機械問題のね、はい、ミルクが混じって本当に使い物にならないコーヒーだと、はい、なじってしまい、はい、大変申し訳ございませんでした。すいませんでした。あー、謝っとくましょう、謝っとくましょう。ファミリーマートさん、すいませんでした。いやー、もう俺はこれはいいわ。わかりました。はい、ありがとうございました。それでは、日も落ちたけど、落ちたな。本当に気分がこんな落ちた。落ちるとは。氷溶けてもセブンイレブンはうまい。さすがセブンイレブン。いやいやいや。俺もう何も言えへんわマジで。後藤さん言っても全然いやいやわ。説得力ない。